けたかな。よし、はい、皆さんこんばんは、川本です。皆さんこんばんは、時松隆光です。ゲンチャンネルの時間がやってまいりました。今日の動画はですね、以前川本結衣プロとコラボをさせていただいた時に対決をしまして、僕が勝ったんですけど、勝負には申し訳ないんですけど、視聴者の皆様からいいねが1000を超えたら僕が川本プロの欲しいものをプレゼントするということで、距離計測器が欲しいです。じゃあ距離計ね。これ皆様のお力でどうなるかという勝負であったんですけど、3000前後のいいねをいただきました。本当にありがとうございました。皆さんのいいねのおかげでですね、距離測定器をゲットできたということで、なかなか川本プロも忙しいですので、 Zoom でトークをするとなりまして、その前に川本プロの練習先に距離測定器を送っております。開ける様子を川本プロが忙しいのに撮っていただきましたので、まずはそちらの動画をご覧ください。来たかな。よし、皆さんこんばんは、川本結衣です。今は宮崎に合宿で来ていて、ホテルで撮ってます。ちょっと今日めっちゃ寒かったんで、そのままニット帽をかぶってるんですけど、実は今日、じゃん、こんなものが時松プロから届きました。なんと皆さんが1000いいねを押してくださったおかげで、きっとブシュネルが入っていると思います。ありがとうございました。あ、距離計測器のことですね。そうですね、なんか一人で撮るのは初めてなんで、すごく緊張してるし、なんか恥ずかしいな。いけてるかな、いけてるかな、ちょっと顔が暗いか、あ、いけるか。いや、もう本当に嬉しいです。本当にもらえると思ってなかったので、実際届いてちょっと開けるのがめっちゃ楽しみ。まあ、今は、まあ、軽く自分の話をすると、宮崎にいて、アクサリリースが開催される UMK カントリークラブで練習させていただいたり、リコーカップが開催される宮崎カントリーかな、宮崎カントリークラブで練習させていただいたりしてますね。リコーカップ、アクサリリース、宮崎はもう私の勝ちたい試合が盛りだくさんの場所なので、ちょっと特に気合を入れて最終的な仕上げとして、まあ、練習しているところです。ほんと見てください、これバッチリです。リコーとアクサレディス、もう本当に勝ちたいっていう場所で練習してます。まあ、アクサレディスは特に去年すごい悔しい思いをしたので、まあ、今年はなんとかリベンジをということで、話がそれちゃったんですけど、木松さんから本当に1000いいね、皆さんが1000いいねをしてくださったおかげでブシュネルが届きました。で、どんなものが届いてるのか今分かってないので、これから開封していきたいと思います。イエーイ。何かな、ちなみになんか今年から JLPGA の方でも距離計測器、まあ、2点なんで、上り下りは見られないんですけど、距離計測器が使えるようになったので、それはすごくプレーの進行が早くなるんじゃないかなっていうふうに思ってますし、まあ、どんどん PGA ツアーの方とか、まあ、海外の方ではすごい使われているので、なんかどういう感じになるのかなっていうのはすごく楽しみではあります。ということで開けていきまーす。なんか恥ずかしいですね、こういうホテルで一人で撮るっていうけれども、ちゃんとこうやって、なんか YouTuber の人すごい上手にやってるもんね。この声がなんか隣の部屋とかに聞こえてたら恥ずかしいよ。あ、じゃん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 。さあ何でしょう。じゃーん。お、お、あ？これめっちゃいいやつじゃないの？最新？これ私が見てたやつで一番いいやつだと思う。
なんか1000いいね行くといいなと思って、てかめっちゃ欲しかったんで、今の計測器ボロボロになっちゃって、結構見てたんですけど、いろんな計測器、これ多分一番お高いというか一番いいやつだと思う。嬉しい。待って、ちゃんと見る。これって5ヤードから1300ヤードまで測れるみたいです。これ YouTuber がやってるこういうやつ全然関係ない。マジ？ちょっと開けてみます。じゃーん。ピンシーカーツアー V5 シフトスリムジョルトスノーホワイト。あ、これ磁石ついてるやつだ。これなんかカートとかにピタってくっつけられるやつですよね。ちょっと待って。あ、ちゃんとケースも綺麗。なんか補強されてあるし。嬉しい。私もうこれ取れてますからね。今のケースだけ。おしゃれ、ありがとうございます。反応。なんとかよくわかんないけど、あ、すごい。あ、これ直線距離がこれで、スロープモードってこれアップダウン入ってて、こっちになったら直線距離モードになって競技使用可能って書いてます。だから多分試合でも使える。めっちゃ嬉しい。なんか試合で使うのにめっちゃボロボロのブッシュネルとかめっちゃ恥ずかしいですよね。単位切り子ヤードメートル、結構韓国の選手とかってメートルでやってたりするので、海外のツアーヤードで書いてあるコースメモとメートルで書いてあるコースメモ2種類用意されてあって、どっちがいいっていう風に選ばせてくれて、韓国の選手は結構メートルでゴルフしてました。すごい。ちょっとこれ一回入れてみよう。ベンチ、本当に1000いいねと時松プロありがとうございます。大事に使います。嬉しい、マジありがとうございます。優しいですね時松プロ。本当にもらえると思ってなかったんで、すごく高いし、今度コンビニスイーツご馳走してあげよう。あ、見えた。あ、すごい。これどうやって調整するんだろう。あ、ここかな。なんかピントが合うはずなんですよね。あ、やり方がちょっといまいちよくわかんないけど、ちゃんと取扱説明書を見て使いたいと思います。ありがとうございます。あ、川本プロとズームで使ってみてどうですかみたいな話をしたいと思うので、川本ゆいプロをお呼びしたいと思います。どうぞ。どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。川本プロ、画面が横になってるね。あれごめんなさい。あ、治りました。多分お疲れ様です。今はどこいます？今は沖縄のトレーニング終わった車の中です。すみません、ちょっと時間が遅くなっちゃって。いやいや全然距離計使いました。本当にありがとうございました。使いました。一回慣れてきました。使い慣れました。で、なんかもう本当に宮崎で合宿してたんですけど、その合宿中に送っていただいたので、計測器も使い慣れたし、なんかこう助かりました。こう練習がすごくこう効率よくできて本当に感謝してます。なんかもう大会でもね、距離計使えるようになったから、なんか僕のおかげで優勝してほしいんでね。そうですね。あれ、優勝したら、優勝したら、距離計時松プロにもらったんでって言ってもらってもいいですか？わかりました。ぜひ。優勝したので、この距離計で優勝できました。ちょっとお願いしますね。はい。試合始まりますけど、どうです？目標とか、自分の調子とか。3年ぶりぐらいにこう自分のショットの感覚だったりスイングの感覚っていうのが戻ってきて、やっと自信とやる気とうまくこう心技体がこうつながって試合に挑めるので、すごいワクワクしてるっていう感じですね。今年は勝ちまくって、勝ちまくって焼肉ごちそうします。マジで？はい、いいですか？、はい、ありがとうございます。距離系で勝ったんでって。まあ優勝の陰には僕がいるんでね。ちょっとよろしくお願いしますね。はい、時松さんの、目標は何ですか？僕は3ツアーズに出れるように頑張りますから、日立。じゃあ3ツアーズでお会いしましょう。頑張って。ですね。はい、3ツアーズっていう大会があるんですけど、年末に男子プロと女子プロとシニアプロが対決する、なんかお祭りじゃないけど、そういう大会がね、あるんで、そこでまた会いましょう。ぜひ。ね、対決しましょう。よろしくお願いします。お願いします。川本プロが出てもらった、はい、YouTube コラボさせてもらったやつ、はい、いいねもたくさんもらったんですけど、3000弱ぐらいいいねが来てて、
それもすごいんですけど、コメントもすごくて、でね、いくつかねちょっと本当面白いコメントがあったんで、読み上げますね。え、聞きたい。え、結構ニコンとブッシュネルを迷ったよね。そうですね、どっちがいいかなみたいな。なんか結構ニコン推しの視聴者の方もいて、ニコンもいいですよみたいな、はい、もう一番面白い買ったのが、川本プロにおすすめの距離計は私の補足ですと。はい、もう最高のコメントまでいただいてね、これもうキャディしたいんじゃないでしょうかね、この方 ね私の補足ですって言って。嬉しいです、ありがとうございます。ね、まあね、他にははい、薄いプロいつになるか楽しみです的なやつとかもたくさんいただいてて、そうですね、はい、やっぱ川本ゆうちゃんの人気ぶりが分かりました、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやいやいや、なんか私の方にもたくさんコメントをいただいてて、なんか実際にお会いしたファンの方からやっぱり YouTube 見られてる方が多くて、ふきもちプロに継続権もらったのってもうすごい聞かれて、煽られたんだ。はい、でもちゃんといただけてすごい嬉しかったです。めちゃくちゃ。いや本当遅くなってすいませんでした。いやいやいや、こちらこそわざわざ合宿地に届けていただいてありがとうございます。いやいやいや、全然。ということでね、川本プロもお忙しいと思いますので、この辺で動画終わりたいと思います。本当にお忙しいのに、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。頑張りましょうね。はい、頑張りましょう。グッドラック。じゃあね。はい、ありがとう。失礼します。はい、おやすみなさい。どうも。